皆様、いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は第3弾テムの商品紹介やっていきたいと思います。テムってなんじゃらほいっていう人のために簡単に説明しとくとね、テムっていうのは海外のお買い物サイトの名前なんじゃけど、アメリカでブーチ人気なアプリの一つで、ショッピングアプリだったらアメリカじゃダウンロード数がナンバーワン。これが2023年の6月に日本に上陸したもんじゃけ、その驚愕の安さと品揃えにみんな興味津々じゃけど、安すぎてほんまに大丈夫かいのってビビったわけですね。私もその中の一人で、これ絶対届かんじゃろって思いよりました。けど大丈夫。今回3回目じゃけど、毎回ちゃんと届くけ。だいたい3日から1週間くらいで届いてます。この安さで物は大丈夫っていう方。これから見せるけん、ちょっと待っとってね。あと、海外のアプリ入れるの怖いんじゃけどっていう人。テムのアプリは Google ストアとか Apple ストアでプライバシー、セキュリティ、コンテンツの面で安全性を最高水準に保っとるけ、安心してダウンロードして大丈夫なんです。それプラス、テムがサイバーセキュリティ機関のハッカーワンとマサフレームワークスからセキュリティ診断を受けて、スマホのアプリとして安全じゃっていう太鼓判をもらっとるけ安心してください。それでもクレジットカード登録するの不安っていう人もおるけ、コンビニ払いやアップルペイ、ペイパル払いもできます。テムに資格なし、ほんまに大丈夫。ほいじゃあ今回選んだ商品なんじゃけど、まずジャブで2個いくよ。ルアー収納両面ボックス。魔界に行ったらあれもこれも釣れそうなジグばっかりで思わず買ってしまうじゃろう。でそうなると足りんくなるのがジグケース。何個あってもいいですね。色も種類があって可愛いし、サイズもスモールとラージが選べるけ、ロングジグでもショートジグでも綺麗に収納できます。黄色とオレンジでめっちゃ悩んだ。サイズはこれラージです。だいたい15-16センチくらいかな。こんな感じで両面が開くようになってますね。ジグケース。次、2個目、これも可愛いんよ。キャリーバッグ付きマイクロファイバー速乾性ビーチタオル。柄もいろいろあったんじゃけど、これはロータスですね。あ、見てここ、しかも取っ手がついとる。めっちゃ可愛い。これなんか ボヘミアみたいな感じの取っ手がついとってめっちゃ可愛い。ちょっと広げてみるよ。こんな感じ。どんな、あ、めっちゃ可愛いじゃんこれ。ほら、よくない？ロータス柄。これから暖かくなったら海にはこんな派手柄が映えて可愛いよね。いいじゃん。しかもこれサンドフリーじゃけ、浜辺に敷いても砂がつきにくいんよ。パッパってやったらもうなんかさらっと落ちそうな感じ。メリコマン系すごい使いやすそうです。しかもマイクロファイバーで吸水性バッチシ。ほいですぐ乾く。夏とかだったら使った後に船のオーニングに干しとったらほんま秒で乾きそう。でもそのまま発進して飛ばさんように気をつけてくださいね。しかもこのサイズなのにコンパクトにこのケースに収納できるけ、荷物が多い釣りの時とかでもかさばらんしね。一個あったらほんま何かと便利です。柄がすごい可愛いよね。なんかもうこういう系の柄めっちゃ好き。そして今回の一押し商品がこちら、 USB ワイヤレス真空シーラー。これね、ずっと欲しかったやつ。なんでかっていうと、うちら釣りはするけどほとんど魚食べんけリリースしようんですよ。でも実家に魚はあげたいけど、釣りの後に実家に行く体力は残ってない。でそんな時に真空パックで冷凍してストックしとって、ある程度溜まったらまとめて持っていけるよねっていう。
特に大ちゃんのお母さんはお肉が食べれんけ、魚はほんまに持ってってあげたいっていうのもあって、ずっと欲しいなって思ってました。でね、実際使ってみたらめっちゃいいんよ。ちょっとやってみるね。あ、待って、袋も紹介せんといけんわ。こちら、真空シーラーバッグ100枚セット。大きさもいろいろ選べるんじゃけど、これは 28×40cm です。ね、よっしゃ、ほいじゃあちょっとこれでやってみるね。まず両サイドのポッチを押してカバーを開きます。真空パックの袋に食材を入れてセットします。両サイドの手のマークがあるところをカチッっていうまでグッと押します。で、電源ボタンを押してバキュームシールボタンを押します。これだけ。あとは勝手にやってくれる系待っとくだけ。はい、できました。めっちゃ早いじゃろう。説明書が英語だったけ、一応ボタンの説明もしとくと、これが電源、自動真空シーリングモード、これはさっき押した一発で勝手に全部やってくれるボタン、これはシーリングモード、密封だけするけ食べかけのポテチとかにも使えます。手動で真空にするボタン、パンとか汁物とか、あんまり急急に真空したくない時に様子を見ながら使います。右端は加熱保護機能、機械が熱持ったら安全装置が働いて、ここが光ってお知らせします。じゃけ冷めるまでボタンを押しても動かんです。めちゃくちゃ簡単じゃろ。あとこのホースが付属しとって、でこれをワインとか日本酒の瓶とかにセットすれば、瓶の中を真空にして酸化を防ぎます。真空にしとったら冷凍焼けも防げるけ、釣った魚を長期間冷凍保存するのにもいいし、冷蔵庫で熟成させるのにもいいし、あと魚さばけん人にお裾分けするのにも使えるよね。あとはね、生ハムとかチーズとか空気になるべく触れさせたくないものを小分けにしてストックしたり、キャンプの食材を切って真空パックしとけば、このまま持ってって現地で測ったり切ったりする手間が省けます。充電式じゃけコードレスでどこでも使えるのもいいですね。なんなら船に乗せとって釣りたてを真空パックできるよね。真空パックサービスいいね。え、待って、真空パックサービスほんまに良くない？遊漁の船長さん、そんなサービスいかがですか？一人何匹までって決めといて、真空パックにしてあげるサービスがあったら、魚さばけんお客さんでも喜んでくれそうじゃない？プレジャーでもこれしとけば、身に氷が直接当たらんけええかもしれん。あと真空パックの袋はこんな感じに一枚一枚になっとるのと、ロールになっとるのがあって、ロールの方が若干割安です。私はサイズを揃えたかったけ一枚一枚パターンを選んだけど、これはもうお好みでいいと思います。一点注意は、真空パック機のここのサイズより袋のサイズが大きくならんように気をつけて選んでください。シーリングができんくなるけね。で、あとね、これはロールの袋がカットできるやつ、スライドしたらね。もうこれさ、ほんまに欲しかったけめっちゃ嬉しい。しかもテムって1個前の動画でも言ったけど、同じものでも他のサイトより安いんですよ。これもね、調べたらよそじゃ 12,750 円で売っとった。テムは 8,759 円、3,991 円も安いって、ほんまにすごくない？しかも概要欄にクーポン貼っとんじゃけど、7500円以上の注文で3750円割引を使ったら、この真空パック機を5009円で買えるっていうね。これはね、もう
ほんまに釣り人には絶対おすすめ。いきなり爆釣しても、早食べんといけん、冷蔵庫にあるけって焦る必要がないけ、一台持っとったらめちゃめちゃ便利だと思います。はい。今回選んだ商品はこんな感じでした。テムから商品届くの今回で3回目なんじゃけど、毎回どの EC サイトよりも安いけ、ついついプライベートでもなんかいいのないかなって見るようになってしまいました。で、今は春のセールもしとるし、たまに在庫処分のセールなんかもあるけ、隙間時間にこうちょいちょい見るだけでも楽しいです。さあ、今回のテムってみたコーナーいかがでしたでしょうか。何でも売ってる激安お買い物サイト、テム。送料無料、配送保証、90日間返品無料。初めて買い物する人は激安すぎて品質が不安かもしれんけど、90日以内は無料で返品 OK じゃけ、ぜひチェックしてみてくださいね。あと、さっき言ったクーポンじゃけど、概要欄にリンクを貼ってます。リンクをクリックするか、アプリの検索バーで DKU4564 を検索したら、合計で最大15,000円分のクーポンがついとるけね。リンクをクリックしてからクーポンの有効期限が24時間以内じゃけ、慌てず騒がず迅速にお買い物してください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございます。動画を見てクスッとしたらチャンネル登録よろしくお願いします。次の動画はこちらです。こちらもあるよ。